こういうあのマノスフィアとかインセルとかミグタウとか、まあ、ピックアップアーティストとか、なんかそういうのオンラインではよく語られていますけども、ニュースとかではどうなんですかね、あんまり出てこないかなっていう気もするんですよね。で、この結婚しない人が増えたと関連があるかどうかは分かりませんが、昔バブル、日本でバブル経済だった頃、成田離婚っていう言葉が流行りましたよね。だけどかといって本当にリアルの世界で成田離婚の人は私実は見たことがないんですよ。そんなに私交友関係とか多いわけじゃないんですけども、テレビとかでも聞いた、成田離婚ってテレビでも聞いたことある、コミックでも出てきた、まあ、東京ラブストーリーの最後の方にも出てきましたけども、だけど自分の周りではまあ見たことないですよね。で、そうなると、このインセルとかミグタウとか、PUA とかマノスフィアとか、そのインセルとミグタウを一緒にするなっていう、そういう論調もあることはあるんですけども、そのミグタウってその範囲が広い、スペクトラムが大きいので、同棲しない、結婚しないっていうのが、そういうファクターがあれば、デートはあっちゃこっちゃでするけれどって人もいれば、もうお坊さんモード、文句モード、お坊さんモードで本当にもう女性とは関わらない、でもスーパーマーケットのレジにも行かない、レジって女の人がいたら困るからとか、そういう人までいるんで、この範囲として、スペクトラムとしてこう広いんですけども、そうですね、あれちょっと私今そういう感じでございます。現実の世界と、おっと、ネットの世界、おっと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 っ
現実の世界とネットの世界で、まあ、ちょこっと違うというか、まああのまあ、私もこのミグタウについてはあれこれ語りたいと思うんですけれど、あのそうですね、まああのまあ、実際こういう、まあ、私が住んでるところがいわゆる青い錠剤、そのブルーピルですかね、まあ、公務員とか医者とか研究者とかそういう人、まあ、ちゃんとした仕事があるから結婚できる人ですかね、そういう人が多いせいか周りの人でやっぱりあのうちの近所小学校があったり、あの地区センター地区センターとかあとキリスト教の教会とかがあるから、まあ、家族が住む場所っていう感じなんですよね。なので実際ミグタウの人って見たことがない、ま、ないですね。で主人の職場にもいないみたいだし、だけど主人の親戚ではいるんですよね、一人、まあ、かなり年配の人ですけども、まあ、仕事が忙しかったからなんですかね。で、まあ、私このコンテンツについては、そうですね、語りたいことは山々ですが、あのこのコンテンツ、まあ、ミグタウの YouTuber で収益化してない人がすごく多いんですよね。でミグタウについて語ってて語りつつ収益化してる人って私2人ぐらいしか、あ3人かなぐらいしか知らないんですよね。でそのうちの1人はあの PUA でありながら、ピックアップアーティストでありながらミグタウであるってことをなんかそうおっしゃってましたね、私聞き間違えてない限り。でもそれあの正しいんじゃないですかね。何しろ
結婚さえしなければ同棲さえしなければいいわけなんで、そんな同棲してないけど、まあ、自分の家に住ん で同棲はしないけど女の人とデートはするって、それもあるわけなんで、ピックアップアーティストってナンパ師ですかね、 PUA ピックアップアーティストの人でもミグターの人って、まあ、いると思いますよね。はい、ではご質問ありがとうございました。まあ、私書こうとする返事書こうとするとものすごく時間がかかっちゃうので、こうやって雑談めいた口下手動画をぶちかましてしまいました。ではこういう感じでございます。MM 様ありがとうございました。この動画をあなた様に捧げます。では失礼します。すいません、言いたいこと今ちょっと思い出しました。まあ、成田離婚もそうですけども、まあ、当時はネットとかなかったから、マスゴミですかね、そのマスゴミが言ってることと実際に起こってることと、まあ、ちょっとズレがあるっていうのと同じように、例えば1980年代とか、まあ、70年代80、90、ちょっと分かんないって言っちゃいけないんですけども、そのアメリカ映画とかでやたらとその女子中学生女子高生やらが、まあ、妊娠するっていうのがちょっと出てきて、でそういうのを聞くと、まあ、私も結婚してアメリカに来てそのアメリカで子供を育てるのがちょっと不安だなとか思っちゃったことがあったんですよ。その女の子が生まれたらみんな高校生で妊娠しちゃうのかなとか、ちょっとそんなこと考えたこともあったんですよ。で、だから私は日本で子育てしたいとか思ったことありましたよ。まあ結局生まれたのは男の子だったんですけども、で私主人に聞いたんですよ、あなたの高校では女の子を何人妊娠事件とか起こったのって聞いたんですよ。そしたら聞いた限りでは一人だけかなって言ってたんで、まさかねクラスの半分とか、ちょっとそういう話ではないんでね。まあ私が伝えたかったのはですね、そのインセルだって結局銃の乱射事件を起こす人ってほんの一部にしか過ぎない。でミグタウ、その我が道を行く男たちも人口のどれだけっていうのはちょっと私にも分かんないですね。グローイングトレンドっていうと、その急上昇っていうか育ってきている。で、まあ、日本にも、まあ、本格的にいずれ上陸するんですかね、そのミグタウも。で、インスタグラムとか見ると、そのミグタウの、メキシコ、ミグタウのインディアとか、チャイナとか、もういろんな国であるみたいなんでね。はい。まあ、そういうことでございます。すいません、再三。では失礼します。ありがとうございました。MM さん、丸様、ご質問ありがとうございました。では失礼します。